夕方5時ぐらいだと涼しいね。そう。いや、入り口の方から行きます。あ、涼しい。あ、涼しいね。すーちゃん。やつはな、いいのか。行きますよ。ふーちゃん生き生きと歩いてますね。ふーちゃん。ふーちゃんの尻尾。あ、やっぱ涼しいね。ふーちゃん待ってよ。日が陰ってきたから。これって体感温度何度ぐらい違うの？ね、涼しいよね。日陰だし、夕方だし。クーコだって、クーも頑固に匂いかけに夢中になる。クーちゃん涼しいね、ここ。でも涼しさに慣れてくるとさ、このなんつうの、谷みたいになってるからさ、風がなくない？今。あ、今ちょっと涼しい。第一チェックポイント、ふーちゃん。ふーちゃんお口泡ですけど。椅子がいっぱいある。うん？何？このカバー？おお。そうじゃない？雨があんまり当たらないようにかな。うん。そうだね。カバー外してください。野生児になってる。涼しいね。あ、どこ行くの、くーちゃん。あれ、自然に生えているものでさ、シソじゃなくってさ、他何か代表作なんかあったっけ？飛んでる。うん。ゴーゴー。うん、すごい考えたってる。
すごいね、夏だからもう緑いっぱいだ。ねえ、よいしょ。そうね、大変だね。鬼山がいる、うん、そうだね、手入れして歩けるようにしてくれてるんだね。あ、本当だ、この辺すぐ伸びちゃうもんね。さあ今日ふーちゃんはちゃんと渡れるかな。あ、このロープも多分しっかりしてる。どこ行くの、ふーは。ふーそっちじゃないよ、橋だよ、橋。頑張って。橋渡って。あ、ちゃんと渡れた。むーちゃんはよくいつも挟まってこけてたのに。なんかいる？なんかいる？匂い嗅いでる。蚊がいるだけだよ。ほら、蚊に食われる前に行くぞ。暑い。歩いてると暑い。うん。うん。セミが鳴いてる。例えば今年セミの抜け殻はそんなにいっぱい見ないけど、まだこれからなの？大丈夫？あ、びっくりした、滑ったの。わあ、蚊が飛んできた。どこ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 、あ、これか。平べったい。うん、あっという間に蜘蛛の巣作るからね。うちの庭のトマトもすごい蜘蛛の巣だらけ。いい散歩コースだ、いい運動、ちょうどいい運動。あ、そうだね、駐車場もないしね、電車で来ればね。でもここ行ってさ、あの彼岸寺行ってって、あとなんか電話で予約しないと入れない、なんだっけ、忘れちゃった。保育園の近く、彼岸寺の近くのやつ。うん、そうだね。あ、本当に？そうなんだ。あれ一回停電した時って全部歩いたんだっけ？うん。うん。なんかここって何？川になってるの？獣道的な？でもここほら、こっちが降りれるよ。ここ少し。ふーちゃん、ちょっとあそこ見てみ。川ある。ん？川ある。そう、川ある。今いっぱいいそうだけどね。うん、
あー確かに水あるしね。あーほら川、こんなに近く来たの初めてね。ふーちゃん川流れてるよ向こうから。今いっぱい草がね生えてるから見えづらいけど、いやー涼しい。うん、ね、その真ん中らへんにも行けるようになってるね。冬はよくわかるんだけど、夏はいっぱい草が生えてるから。ぐちゃんほら、ここもあ、なんか橋が新しくなってる。橋怖い怖い怖い。あ、プーンって蚊が。あ、綺麗。遊べるね。アメンボさんもいっぱいいるよ。ブンブン。グイッと。これ真ん中なんか。どこ？あ、ほんとだー、食われちゃったね。あ、そうなの。奥様行け。うん、あ、そうじゃない。うん、うん、ね、もう7月ぐらいで終わりでしょ。ね、ホタルはいつ出るの。あ、そうか。ここ出てくると風がふーって通って、うん、すごい。一周回ってきたね。15分ぐらいゆっくり歩いて。くーちゃん、それ以上行くと落ちちゃうよ。わー涼しい。ここに出てくると風がいい風。綺麗ね。ずるっとした、ね、今年もね一周したね。くーちゃんは去年むーちゃんと一緒に一周したもんね。何回かね。豆発見、すごい。自然になってる。